にちは。どうもご無沙汰してます。ねえ、ご無沙汰してます。こちら11月の5日発売。おめでとうございます。ありがとう。いろいろやってるんですけど、でも全部映画監督のスタンスでやるっていうのは決めてやっていることで、あ、なるほど、そう考えたらできるんじゃないかなっていうのがきっかけで、はい、やっぱり好きだったんですね。そういうことだったんですよね。きっとやっぱりいつもお芝居が近くにあって、それがとっても自然なことだったんだと思うので、でもやっぱ親父がなキャラクターが結構濃いお父さんなので映画監督の安藤桃子です。土曜お昼12時 DJ ソルジャープライムカッツジョイ FM 宮崎、今週は私安藤桃子がゲスト出演させていただきます。聞いてねー。